三重県より一足早くブロック割が始まった岐阜県。清流長良川と鉄分を多く含む赤茶色の温泉が楽しめる創業162年の老舗旅館十八楼でもブロック割の効果で県内外からの予約客が増えてきているといいます。はい、13日金曜日の状況で、130人弱という人数のお泊まりで、岐阜旅コイン、つまりブロック割の適用者が60人ですので、一気に 40-50% まで今上がっている状況ですね。認知度も高まってきて徐々に増えてきてはいると思いますね。はい、岐阜県での割引対象者は愛知、静岡などに今日から三重と新潟も加わり、近隣の9つの県民が利用できます。しばらくぶりですね。2年ぶりくらいですね。できるだけ割安でお得でいいホテルだなとは思ってるんで、とても良かったんじゃないかなと思いますけど。さらに期待がかかるのが、おととい3年ぶりに5月11日に開幕した長良川鵜飼です。長良川のすぐそばにあるこの旅館では、鵜飼観覧船への乗船料を宿泊料などとセットにした鵜飼プランが目玉。去年、おととしは新型コロナの影響で開幕が延期されましたが、通常通りに開幕したことで利用客の増加が見込まれます。こちらの通路が鵜飼小道といいまして、鵜飼乗船場につながっています。私どものお客様はこの通路を通って直接この乗船場にたどり着くことができます。この日はあいにくの天気でしたが、旅館の利用客6人は宿自慢の鵜飼小道を通って観覧船へ。残念ながらちょっとこんな雨模様になってしまいましたけど、これから楽しんできます。はい、じゃあ行ってらっしゃい。いらっしゃいませ。去年その前思いますとね、感慨深いですね。岐阜の鵜飼がやはり岐阜の観光の象徴ですので、この鵜飼とそれから始まったブロック割、これでますます注目を浴びるといいなと思いますね。